FC 今治在籍8年目、キャプテンも務めたことのある久住敬史選手が19日、今治東中等教育学校で夢をテーマに経験談を語る特別授業を行いました。この授業は FC 今治ホームルームと題し、クラブや選手を身近に感じてもらうとともに、地域の子どもたちに夢を届けようと FC 今治が今回初めて行ったものです。講師を務めたのは FC 今治トップチーム背番号25番の久住敬史選手。今治東を今年度卒業する6年生およそ100人を前に、夢をテーマに授業を行いました。久住選手は東京都出身の29歳。高校卒業と同時に J リーガーとなり、2017年から FC 今治に所属。昨シーズンまで4期にわたりキャプテンを務め、現在今治で8年目のシーズンを戦っています。授業では夢、人生の選択、出会い、縁の3つの項目を軸に経験談を語りました。そのうち夢のパートで、今は夢がなくてもできるだけ早く見つけた方がいいと切り出した久住選手。常に結果が求められる世界で戦っていますが、結果を残すことよりも自分が成長することを大切にしていると話します。僕が一番大事にしていることは、結果を出すことよりも自分自身が成長することの方が大事だと思ってて、結果っていうのはあくまで成長した先にあるものだから、そこにばっかりこう目が向いてしまうと、今自分がどんなことしなきゃいけないかなとか、そういうものを見失ってしまう瞬間がすごくあるんですよね。そういう意味で自分自身を成長させるために、こう夢ってやっぱりすごく大事なことだなと思います。ただ自分の考え方とか、ま自た、分の軸サッっカーていをうのを始めたきっかけしっかや、り持って、これまでの人例えば生今をこ振りう返り、進路を選ぶ上でこれもから進路選択を結控果えよるりも生徒こうたいうちふうにに向言けわれて、たりで、これから夢への明決日断のや、サッなカーりたいの自分先に生出と会うか瞬間が来る。向かって悩みや悲不しい安もあ話るをかしもたしり、れないが、その場所進んででい自く分先がは重要ではないと思う。大思えるよ切うなにのなっは、て自分が選んだ場所で何ができるか、で、みん何なをにしたはい多分かそだのと力投げがかすけごまくあしるんた。だと思うんです。だから何が言いたいかというと、こう先のことなんて誰にもわからないので、こうそこにこう不安になりすぎないで、自分が選ぶ場所、自分が行った先に絶対に自分の人生が良くなることがあると信じて、その場所を正解にできるように今力をつけて歩んでいってほしいなというふうに思います。それがこう人生の選択っていうところで僕が伝えたいことです。久住選手の言葉に真剣な眼差しで耳を傾ける生徒たち。授業の終わりには、久住選手が生徒から寄せられた質問に答える場面もありました。高校時代の悩みや人生で一番の失敗、誰かに負けていると感じたとき、どのようにして自分を奮い立たせるのか。生徒たちの今を映すような質問に、久住選手は親身になって答え、高校生のうちに何かに本気になって全力でチャレンジし、自分が楽しめる瞬間、感情が動く瞬間を見つけてほしいと、高校生活最後の年を過ごす生徒たちにメッここセーでジ掴を送むっしかていなまいしなた。と思ってサッカー選手になる道を選んだかな。だからみんなもしかしたらこう今じゃないかもなって思ったりする瞬間あるかもしれないけど、なんかチャンスって結構急に来たり一瞬だったりするんで、迷った時にもう本当に途中も言ったように、自分がこれを選んで多分後悔しないなって、不安だけど後悔しないなって思う道を選んでほしいなって思います。大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。ここでね、出会えたこともなお、FC 今今治のは今縁後、だと思うコのロで、ナ禍で停滞気味だきっったとた応援市して民るととの思う交の流で、のこ機れから会もを応増援やししてていききたたいいとと思し、います。はい、ありがとうご特ざいま別し授業た。ありがとうもございました。市内の学校から陸エストがあれば実施したいと話しています。この日の模様は後日番組で放送予定です。